お誕生日おめでとうだよってなんで私がつけてるのかちょっと意味がわからないよって。今日は2月の26日、 February 26th, It is your birthday。 ママのね生まれた日なんだけど一緒にいれなくて申し訳ないなって、でも私は日本で頑張ってるよって。今年は記念すべき20回目のママと一緒に過ごす、まあ、すご物理的には過ごしてないかもしれないけど、 This is the 20th time I am spending your birthday with you っていうことで、ママが生まれてきたことだけに限らずママへの感謝の思いも込めてちょっと動画を作ってみたんで見てください。Without my mom being born on this day however many years agoI would not be here today, so I thought I would make her a special video in celebration of our 20th time around the world together. Yeah! So I hope you enjoy, Mama. Happy birthday! Saya-chan,誰より大きな声で笑ってるあなたの腕の中で、誰より大きな声で泣き叫ぶ小さな僕を、僕が望んでこんなうちに生まれてきたわけじゃないんだと、大きな愛がただ煩わしくて傷つけたこともあるけど、あなたがいるから苦しくても顔を上げて歩いてるよ。ことが嫌いなあなたに育てられて、誰より曲がったことが嫌いな大きな僕を、子供の頃のあなたのままそのままでいると思ってた。大きな愛は変わらないけど、一回り小さな背中、いつの日か僕のことを
がいたから僕はこの世界に生まれてきた。あなたがいたからどんな時も守られてた。Oh, oh. Yeah.